はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、V ストロームの、パニア、まあ、トップボックス、パニアの、お話をちょっとしてみたいなと思います。まずね、今、キャンペーンね、鈴木の方でやってます。これは純正の、ケースね、こちらの方を、お安く買えるっていうキャンペーンになるんですけど、まあ、まずね、今やってるキャンペーンっていうのは4月の1日、2021年の4月の1日から9月の30までっていうね、キャンペーンを今やってます。僕はね、もともと純正パニアを買うつもりがなかったので、キャンペーン定期的にやってるのは知ってたんですけど、つける気がなかったので、もうね、買ったのが2月かな、に買っちゃいました。で、このキャンペーン過去にもね、やってまして、多分キャンペーンをね、これは定期的にもやっていくパターンになってくるかと思うんで、もし純正パニアをね、もうつけたいなということでこれからVスト、買う方はこのキャンペーンね、待ってから買った方がいいかもわかんないです。定期的にやるかどうか分かりませんけど、過去の、こうね、やってた、パターンからすると、同じパターン、もし9月に終わったとしてもまたね、ある程度期間を空けて、またキャンペーンやるというパターンになるかと思うんで、欲しい人はね、純正のこのケースね、欲しい人は待った方がいいと思いますね。で、お値段なんですけど、もともと買う合計ね、そのステイとか全部入った分でいくと、この今見てもらってるページみたいに、94,600円、消費税 10% 込みというお値段になってます。で、このキャンペーン、を適用されると28,380円、消費税込みの今の、お値段からマイナスということになります。で、後でね、僕がつけたジビとの比較、お値段の比較、あとこの詰める荷物の量の比較とか、そういうのはね、後でやっていこうと思うんですけど、まずね、欲しい人はいいんですけど、ちょっとね、この、なんていうんですかね、純正のケース、容量とかもちょっとね微妙な感じで、骨格っていうか、その外側とかは結構ね、こうなんていうかな、分厚く作ってくれてて、頑丈にこうケースとしては作ってくれてるんですけど、結構容量が入らないっていうのと、中側がちょっと変にデコボコしてたりして、荷物が積みにくいとかいうのを結構ね、ブログとか、他の YouTube の動画とかで、僕はもう事前に見てて知ってたん で、特に僕の場合はジビのトップケースだけ前のバイクから引き継いで持ってる分があったんでね、僕はジビを、で全部しようというふうに思いました。後でまたお値段も見ますけど、お値段の方もね、そんな変わらないんですよ。これはキャンペーン価格と比較してそんな変わらない。むしろ僕が買ったパターンでいくと安くなるっていうね、いうような形になったんでね、ジミの方を選択しました。で、次画面切り替えますけど、この画面ね、まずお値段なんですけど、僕の場合ね、ジビのトップケース、もともと持ってたやつね、これが E43 の NTL ADV っていうね、ちょっともともとの E43 NTL っていうのにオプションがあれこれついて、っていうバージョンですね。で、これが、今調べたら Amazon で 23,726 円、ちょっと過去の分でなんぼで買ったかちょっと覚えてないんですけど、現行の値段がこれね。で、取り付けにあたってはすいません、ホームセンターで、これもアバウトなんですけど、2000円くらいあればね、その金具が多分買えると思います。これ金具もね、ステンでちょっと分厚めの、Z みたいな形のね、金具を僕は買いましたけど、それだと2000円ちょっと超えるかもわかんない。でも1個500円くらいだったと思うんでね、あとはもうボルトだけの話なんで、2000円前後だと思います。そのくらいあれば金具も用意できるかなと思います。一応ジビの、取り付けベースをなんかこうVストにつけるための金具みたいなも、なんていうかな、社外品になりますけど売ってたりしますけど、多分ね、
僕がつけた後でまた動画も見てもらいますけど、あの金具の方が多分強度的にも強いと思うし、あのいいと思うんで、まあ、あの参考にしてください。まあ、もしねそういうのがちょっともうめんどくさいっていうんだったら、まあそういうね社外品のなんていうかな、その GB のケースをつけれるアダプターみたいなのも売ってます。でパニアケースなんですけど、これはあの GB の E22N、安価な、サイドパニア、ね、両側、つけれる分なんですけど、これは僕はね、元ストームっていうね、とこで買いました。まあ、もう皆さんもご存知がもうからないんですけど、あのイタリアかな、イタリアの方からあのなんていうかな、販売元で、まあ、個人輸入になるのかな、っていう形での、で買いました。でその方が結構ね、安かったんです。まあ、これも見てもらっての通りですけど、お値段ね、一番下のパニア取り付けの金具ね、 BL の3116ね、これはあのVストに、付けるための専用金具になります。これもね結構、これがお値段が結構違うんですよね、その海外で買うのと Amazon、 日本の Amazon で買うのと。で、まあ、僕の場合はね今回まあ、安かったっていうのもあって元ストームで買いました。ただまあ別途送料がね5051円かかりましたと一番下に書いてますけど、まあ、送料はね当然ある程度かかります。それでもねちょっとお安くなるということですね。だから保証とかいろんな意味で心配な方はもう日本アマゾンで買えばいいと思うんですね。で次の画面いきますね。次の画面、まあ、純正ケースの人、これも価格についてということで、僕が買ったそう事例としてね、まあ、これも2021年3月に買いましたけど、その時の、事例でいくと、まあ、ジビのこの E43NTL っていうトップボックスはもともと持ってたんですけど、一応現在の価格として入れ込んで、総額として僕がかかったのは 59,727 円ね。で全部を日本のアマゾンで、まあ、今これ作ってる時に調べましたけど、それで全部揃えると 72,622 円という価格になります。で次のページね、これでブイストの純正パニアのキャンペーン価格っていうのが 66,220 円でしたので、まあ、元ストームで僕が買った時の値段、まあ、今だから値段が上がったり為替とかでも多分変わると思うんで、ちょっとそこは分からないですけど、僕が買った値段、からすると6493円安く純正パニアよりも、その意識が組めちゃうっていうね、感じになります。あ、ここに金具の値段はね、考えて入ってないんで、まあ2000円かかったとしたらちょっとね、その分差し引いてということになりますけど、まあ、差額が少なくなってきますけど、まあそこら辺はねちょっとあれなんですけど、まあそういうことです。で日本アマゾンで買った場合、これもあれですね、金具入れてないですね、ごめんなさい、金具入れてないですね、金具入れてないけど、このくらい変わってくると。だからこれも、まあ、もしかしたら2000円くらいプラスになるかもしれないですね、金具も入れるとね、はい、ということで、だからまあ高くても日本アマゾンでね、揃えた場合でも、僕がこの後でまた動画で見てもらうそのケース一式組むとしたら、プラスでまあ8000円9000円くらい、プラスで純正パニアよりもかければ、容量も、次お話しますけど、容量も大きくなるし、まあ組めちゃうということになります。はい、次の画面、これが純正パニアとの比較の容量ですね、積載量、まあ、こんな感じになってます。で純正パニア、僕は実際お店見たことありますけど、使ってないんで、まあ、具体的には細かい話はできないですけど、まずやっぱり外装の厚みとかが頑丈に作られてるっていうのは、もう他のそのブログとか いろんなものを見てても、まあ、見た目もそうだし、頑丈に作られてるとだろうなと思います。で鍵もね、こうバイクの鍵で開けたり閉めたりできるっていうのが、まあ、特徴にもなりますけど、まあ、逆にね純正の鍵もね、ちょっとこうなんていうか、鍵の部分長いんですよ、長さがね。だからそれでパニアを開き、ケースを開き閉めしてると、なんか鍵曲げちゃったとかいう話も結構ね、見たんで、まあ、そういうのもあってジビを選んだっていうのもあるんですけど、まあ、違いとしてはね、やっぱり純正とジビの方はそういう違いありますね。
で容量がね、これが僕一番大きかったですね。やっぱ容量がねちょっと大きくしたいというのがあって、で純正パニアの場合はトップボックスで23リッターね、サイドパニアで20リッターが左右かけ2で63で、ジビの場合は僕のケースの場合は43リッタートップがね、でサイドパニアが 22×2 ということで全部で87リッターということでね。であとサイドパニアも、純正のやつは横開きなんですよ、ね、で、僕のやつは上開きなんですね、パコッと。だから荷物の出し入れっていうのを考えても横が開いたらやっぱ荷物がちょっと出てしまったりすることもあると思うんで、まあ、僕は上開きがいいなと思ってサイドパニアね、それを選んだっていうこともありますね。で、一応ね、最初にもお値段とかの話を全部した上で、ちょっともう今からか、今ちょっと編集してますけど、その前のね、全部のオプション紹介した時に撮った、ケースのご紹介の動画を見て、今からね見ていただこうかなと思います。それではどうぞ。はい、どうも。そしたらとりあえず最初の全体の紹介でも結構ねこのサイドパニアケースとトップボックスについては結構ご紹介をしてしまったんで、特に追加でっていうところもないんですけど、改めてねちょっと一回、詳しく内容だけ紹介しておこうと思います。まあ、サイドパニアはね、最初にもちょっと言いましたようにこれだけね別でつけましたね、これだけね。あとはもう純正のあのこのステーね、ジビの V ストローム用のステーをつけてます。こんな感じで、ね、つけるところはここね、ここネジ、純正のやつをボルト外して専用のネジで止めて、あとはここね、ここ、これはもともとネジなかったと思うんで、あの純正も多分ね、純正のパニアケースつけるときに多分こうステーをつける穴だと、ボルトの穴だと思うんですけど、そこへつける感じになってます。これもあのセットのネジですね、つけます。はい、であと後ろは特に固定してるとこはなくて、こういうバーをね、つけてる状態になってます。はいね。でさっきね全体の紹介では外れなかったですけど、この R の位置にして押し込むと音、これが外れますね。だからここにゴムみたいなやつがあって、これをここのねケースの下のところにこうはめ込んで、カチッとはめ込んで、これをカチンとね入れてあげるだけになります。でトップボックスについてはね、もともとのこのステーのところに、これはね、ステンレスの、金具、これをアマゾンで、買ってきて僕はつけました。あ、アマゾンごめんなさい、あのホームセンターね。ちょっと一回トップボックスね外すんですけど、よいしょ、外すんですけどね、僕の場合ね、あのなんていうか、この上にライトをつけてるんでコードがねあるんで、ちょっとそれだけ、ああちょっと一回止めます。はい、すみません。ちょっと防水カプラーなんで、ね、ちょっと外しにくいんですよこれね。この土台マウント、ベースマウントを止めるのはこんな感じでやってますね。このなんていうかな、この Z みたいな形の、やつですけど、こういう金具が、ホームセンターで売ってるんで、まあそれを、買ってきて、つけました。なんかね、あのそういうふうな、専用の金具を売ってるやつもあるんですけど、結構ねこれ見てもらったら厚みも結構あって、かなり丈夫な、金具を買いました。だからちょっとお値段したと思います。なんぼだったか忘れましたけどね、忘れちゃいましたけど。で、あのボルトで、それを止めてる感じになりますね。まあ、かなり頑丈ですよ、しっかり止まってます、ね、だからもうそれで十分だと思います、ね、だから専用のこうこの同じような金具とか、なんか専用のジビのやつかな、なんかこうジビのボックスをつけるアイテムもあるみたいですけど、僕はそういう風にしちゃいましたね。はい、よいしょね。
でこうやって差し込んでつけるだけねです。で一応最初の動画でも紹介をしましたけど、僕の場合ここに、線をこう持ってきてまして、三芯ね、三芯の防水カプラーです。でこれで、電源ね、電源のあのアクセサリーっていうか、電源エンジンをオンにした時に通電するやつ、電源線と、黒のアースマイナスと白のやつはあれですね、テールランプから配線を取っています。テールランプの配線はね、ちなみにね、これちょっと ETC 邪魔だよ、ここに配線が来てるんですよ。これちょっと今もう囲ってますけど、もうねめんどくさいからね、ここだけはあのなんていうかワンタッチカプラーっていうか、あのカチンって挟むやつ、僕あれあんまり好きじゃないんですけど、それで、やりました。電源線ね、どれだったかな、ちょっとこれ調べたやつ、ここを載せておきますね。この色のやつ、ちょっとこれも今見えないけど、これだったかな、白黒だったかな、まあ何せここのねカプラーで取れるんですよ。だから後ろまで外す必要はないですね。あのテールランプっていうか、あのブレーキランプの電源線ね。でこれを持ってきて、あの入れてます、ここにね、ここからインして。でこれはアマゾンで買ったあの防水の穴を開けてね、一応通してます。この配線自体もこれ何スケアだったかな、そんなに太い配線ではないんですけど、まああくまでもこのハイマウントランプと、中ちょっと開けましょう、USB のね、これだけ、ちょっとこれ木島のね USB の、これだけに電源を送るだけなんで、もうこのくらいの、電源の配線でいいかなと思ってね、まあ、ちょっと細いやつですけど、それでやりました。それもこれも Amazon で買いましたね。でこういう部材はちょっと下に、概要欄の方にリンク貼っとくんで、もしね同じようなことを考えてるんだったら、ちょっと参考にしてもらえたらいいかなと思います。この防水カプラーはちょっといいやつで、700円くらいしたんちゃうかな、600円700円くらいするやつ、日本製かな、なんかそんなやつですね。はい、防水カプラーちょっと外しにくいんですけど、まあそれは仕方ないですね、はい、でこんな感じでね、やってます。でここの位置でこう穴開けたのは、やっぱ下にね穴開けると取り外してこうね物を置いたりドンと置いたりした時にちょっと気をつけないといけないんで、まあここだったらねリアシートにもし誰か座ってもまあそんなに邪魔になることないかなと思ってね、あとはもう適当ですよね、結束バンドでやってここから配線中入れて通してきてるっていうね、感じになってますね。はい、で中の方はまあここからインしてね、配線インして、まあ下でね、分岐マイナスのやつだけはね、このテールランプの方とさっき見せたこの USB のねやつにどっちも送らないといけないんで、マイナスだけは分岐させて、で両方にやって、プラスの線はねおのおのっていう感じになってます。あとはこういうね、やつなんか結束バンドを固定するやつも、これもホームセンター、これはホームセンターで買いましたけど、こういうベースのやつもねホームセンターで売ってるんで、こういうのをしっかり貼ってね止めてあげると綺麗に配線はできるかなというふうに思います。こんな感じになってますね。ちょっと明るすぎて見えない、大丈夫こんな感じで仕上げました。はいはい、ちなみにとちょっと忘れてました、このテールのこのランプね、これもアマゾンで買いました、これもね安いです、1000何本2000円もしなかったと思います。でこのパネルね、こいつを、ここのボルトでね、これでもう簡単に外せるんで、で1個ね穴を開けてます、ここね。だからちょうど外側でいうとこの辺りに穴が開いてるんですけど、そこからね配線を下に持ってきてます。で一応ねこれもこれコーキング剤ね、コーキング剤、お風呂とかのなんていうかタイルとかの隙間にあるやつ、これを、両側中と外どっちも、コーキングを塗って、
防水処理はしましたね、そんな感じになってます。一応こいつにはねパッキンが入ってます。ゴムのねパッキンが入ってましたね、こんな感じの処理になってます。値段も安いんでね、結構見た目もそんな悪くない、ちょっと出っ張ってるけどね、悪くないと思います。ということで、いかがでしょう。まあケースの説明って言ってもね、そこまで、なんていうかいっぱいすることもないんですけど、まあやっぱり純正のボックスよりもこの厚みはね、多分すごくこうやわいってか薄いんで、正直純正の方がしっかりしてるとは思うんですけど、何せ入れれるね内容の容量がね全然違うので、サイドパニアにしてもなんていうかな、まだね今から V ストローム買おうとしてる人はこっちでもいいのかなと思います。で正直今またキャンペーンね、今なんていうか今、まあ、時期でスズキの方がキャンペーンやって、純正のパニアケースとかこの安くしてるんですけど、安くなったお値段と同じくらいの値段で多分買えるんじゃないかな、この全部のセットが。だから結構おすすめのこう装備なんで、もしよかったら一回ね検討してみてもいいかなと思います。ただまあやっぱり純正よりも多分ねこのステイがね出てる分、ちょっと張り出し具合は多分出てるんじゃないかなとは思いますね、正直ね。はい、でこう見てもらっても分かるように、フロントのねこいつよりもちょっと張り出してるくらいなんですけどね、こいつつけてるおかげでね、なんかねなんていうかな、目安になりますよね、この後ろのこのケースの。だからこれ意外とつけててよかったんですよ。だからサイドをねどっかにぶつけちゃうなんていうこともあんまりないので、あれも結構おすすめです。こいつはまあ紹介するまでのものでもないんですけど、はい、結構ね意外と常時乗せとく、なんていうかな、僕まあ乗せてるもん紹介もしましたけど、メンテナンス用品、タイヤの空気入れとか、まあそういうのをね入れとくと便利かなと思います。はい、ということで今日はジビのねパニアケース、トップケースの、まあ改めてのご紹介でした。まあ何かのね参考にしていただけたらと思います。ではでは。